陸前八幡駅は、岩手県陸前高田市八幡町麻生内越にある、東日本旅客鉄道大船渡線 BRT のバス、停留所である。もともとは、同社の大船渡線の鉄道駅であった。この場所は1932年5月、鉄道建設に従事していた日本と朝鮮の、作業員の間に乱闘が発生し死者3名など、多くの犠牲が出た八幡事件が起こった場所である。 大船渡線 BRT としては、陸前高田方面からの終着駅であり、専用道の終端にあるバス回転場に乗降場が設けられている。乗降場には待合室、トイレが整備されている。これとは別に、鉄道駅の駅舎待合室も開放されていたが、2020年4月以降に撤去された。震災前は、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、 気仙沼駅管理の無人駅であった。ホームは互い違いに設置され、校内踏切で連絡していた。旧鉄道駅舎は1998年1月に簡易なものに建て直されたものである。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は8人で、ある。2013年度以降の推移は、以下の通りである。田園地帯である。 2011年の東日本大震災に伴う大津波が約1キロメートル下流にまで押し寄せたが、当駅施設に特段の被害はなかった。陸前高田市内の鉄道駅で津波による流出を免れたのは当駅のみである。ありがとうございます。